国鉄機波重系機動車関東鉄道機波310軽機動車関東鉄道機波310軽,軽機動車は関東鉄道が1977年以降に運用している通勤軽機動車である。国鉄機波重系機動車を譲り受けた車両で車歴も引き継いでいるが実際にはすべての車両が車体を心臓した上で運用へ投入されており実質的には 主要な機器を車体付けで購入したという意味合いが強い。8両が製造されたが、1996年に2両が廃車された。2017年5月27日には、乗り納め木波313.3145満喫乗社会というイベントが行われ、取り出方から314プラス313プラス318プラス317プラス007。 という五両編成での運転が行われた。本節では、登場当時の仕様を記述する。キハ310型は、全長2 1 0 0トルの全金属製車体で、全幅は2 8 8 0ト、mm、ルである。種車となったキハ10系との新旧番号対象については、端末の車両一覧を参照。正面は、貫通扉付正面3枚窓で、 キハ600型と同様のデザインである。側面には扉を3箇所に配置し、3つとも両開き扉となっており、扉内側は緩やかなスロープとなっている。車内の座席配置はロングシートである。連結面側の貫通路には貫通ホロは設置されておらず、扉には非常用通路のステッカーが貼られている。走行用機関は種車となった木波重系が搭載していた。 DMH17 バイト型ディーゼルエンジンをそのまま使用した。台車についても種車が装備していた DT19 系 TR49 系であるが、キハ318については種車となったキハ17173が国鉄時代に台車を DT22 系 TR51 型に交換していたため、そのまま使用している。 1977年1月にキハ311、キハ312が、大英車両で改造後に運用を開始した。その後、同年6月には、新潟鉄工所で4両が改造され、さらに1979年4月に、新潟鉄工所製の2両が入船した。落成直後のキハ313、キハ318、以外は台車に、 国鉄機波重計の印象を残していたが、1983年には、機波318を除く7両について、DT19 系台車から DT22 系台車へ、TR49 系台車は、TR51 系台車への交換が行われた。この結果、外観上は、国鉄機波重計の印象が全く見られなくなり、同時にゴムバネ特有の乗り心地も解消された。 関東鉄道キハ310系リバイバルと装車その後、キハ2100型が増備されたことに伴い、キハ311キハ312は1996年3月31日付で廃車となった。その後の冷房化及び期間更新工事の際、行き先方向幕の設置とそれに伴う全消灯の移設、貫通ホロの設置、 川扉の交換が実施されたことによって、現在ではキハ0型との際は、ほとんど見られなくなっている。リバイバル塗装を施されていた、木ハ313.314は、2017年5月27日の、乗り納め満喫状社会をもって、運用を離脱しており、2019年2月16日の、木ハ313.314号さよなら撮影会をもって、廃車となった。 ありがとうございます。